うぃーす。マシです。さあ、今回も、龍太郎電機出雲城編やってこうで、前回ですね、東大レベルの謎解きを解き、で、その上でね、上がってった上で、なんか、迷路的ななんかあの、あれね、ポケモンの目覚めの祠のところのみたいな、あのね、あれのハーバードクラスの問題を解いて、まあ、知的な僕をね、見せてしまったところで、まあ、上に逃げてきたって感じなんだよね。そう、戻るのは危険だって言われて、ここの下から上に上がってきたって感じ。で、誰だっけ？ゆきちゃんか。ゆきちゃんパートって感じかな。ユダスって、え？おなごの湯を私は覗いても良いのでしょうかと。悪なら行くしかないでしょう。ねえ。なんで書いてある？これなんか書いてあるな、多分。見えんのかい、お前。これは見えるでしょ。入浴時の約束事が書かれている。約束事を教えてくれ。書かれているじゃねえよ。書いた内容を教えてほしいな、こっちは。奥行けんのかな？ああ、なんだよ。ん？中に何かいるのはまずいな。ごめん、先客がいるなら先にちょっと失礼しますわ。怖っ。怖っ。ちょ、ごめんね。もう俺も超強力的なビビリなので、定期的なセーブを挟んでいくわ。し、何これ、白足、違う読めんわ。白相続ってものかな、わかんねえな。袴が入ってる。あ、ゴロゴロしたいって言ってたな。うわ、やばやばなんか、なんて表現したらいいんだろう。紙の人形。すごく大きいわね。うん。これなんかあんのかな？まあ、多分なんかあるんだろうな。でも、あ、そういやあれか。ゆきちゃん切れるんだっけ？これ切ってみていい？行くよ。ほい。なんもならんやないか、これ。なんか怒れや。びっくりした。自分で扉閉めたのにビビった。こっちは？あ、こことここが繋がってるのか。なんか、これさ、ランダムエンカウントとかしないよね。ここになんかに、びっくりした。逃げポジみたいな感じ。なんかあるぞ。大きい壺ね。下に何か引かれている。重くて動かせない。壊せる？おー、壊せていく。手ぬぐい。勝手に壊しちゃってよかったのかな。壊した後で言うのもなんだけどさ、勝手に壊してよかったのかな。怖かったな。筆。結構古そうだけど、まだ使えそうね。なんなら持っとこう。二刀流で行こうぜ、二刀流で。霧ヶ谷、霧ヶ谷で、数、もう読め、待て、もう待て、本当にか、ちょっと待って、落ち着かなあかん。あのね、ちょっと久しぶりにね、ちょっと夜にやってんだよ。怖いね。うん。非常に怖いです。まあ、それ、怖いっていう表現をしていくことで、自分の怖さが、何、目玉がないと明日も見えない。何これ、急に喋ってんだ、お前。そうか。いや、そうだろう。うわー。うわー。真っ黒クロスキいっぱいおるやんけ。あなたの名前は何？あなた、ケゼランパサラン。ふわふわ。かわいい。でも話せるやつが少ないな。人間さんです。どうもこんにちは。これ喋れる。もふもふ。これも喋れそうだな。ただの焼き物。丸くて黒い焼き物。あ、これさ、ここに貼ればいいんじゃないの？そういうことではないのか。いや、高く売れるかなって。売らねえだろ、別に。あ、こんだけだな。でもあれだよね、炭があったから一応ここに。あれ、ここじゃねえか。どこだっけ？どっか炭あったよね。あ、ここか。これで書けない。え、ダメ？ダメ？お許しをもらえんかったわ。ん？なんかある。あれ？さっきまでなかったよね。あれかな？手ぬぐいゲットしたからかな？まあいいや。行ってみるか。うぅ、びっくりした！誰びっくりした。本当にやめて。急にバタンで出てくるな。しかもなかなかエロめのお姉さん出てきたんだけど。あら？あら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 。かわいい子ね。一緒にお風呂に浸からね、ぜひお願いします。こちらこそよろしくお願いします。え、いや、おゆき、気をつけろ。こいつも妖怪だぞ。あら、まあでもね、いいんじゃない？これぐらいの妖怪だったら。ゆきちゃんっていうの？
私は聞くよ。ゆきちゃんの欲しいものが見つかるかもしれないわよ。だからさ、ね、あの、カッコの中読めんけどさ、濡れた女って書くとすごくいやらしく見えるのは僕だけでしょうが。私が欲しいもの。気が変わったらいつでもおいで。ただし、お風呂に入るときは、あそこの約束事を守ってね。絶対に、今目が病んでる。ちょ、待って。人の話を聞かないやつだな。ちょ、とりあえず約束事を読んでみるか。白装束を着用。あ、さっきあったやつだね。手ぬぐいは持参。さっきあったやつだね。手ぬぐいは湯船につけない。はい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 。刀の持ち込み不可。特定しすぎじゃない？刀の持ち込みって。動物入浴不可。つかり湯を、あ、じゃ、か、ん？かかり湯か。かかり湯を行う。おー、なるほど。とりあえずじゃあ、白装束がいるんだよな。俺多分持ってないから取ってこなきゃいけないわけでしょ？これ多分。取ってきますか？じゃあ。ここに入ってるやつを一着もらっていこうかなと。おー、白装束。はい、で、これさ、で、ゆきちゃん白装束に着替えるってことだよね。白装束で読み方あってもわかんないけど、それ着替えるってわけだよね。エチエチじゃん。エチエチのエッチじゃん。あらー。あ、いいね。あ、いいね。いい、いい、いい。非常に。で、刀持ち込み禁止だから、しっかり置いといて、で、鶏肉ちゃん留守番よろしくと。お前はな、やらしい目的で入ろうとしただろ、完全に。100それだろ。あ、かわいい。かわいい、かわいい。寝とるやないかい、こいつ。入ってますか。いきますよ。全部やったよね、これで。はい。うわー、エモ。でもさ、普通服脱がん？ねえ、ね、普通服脱がん？普通。常識的に。ん？あ、オッケー借りた。石鹸。あ、そうか、かかり湯か。でもさ、一回だけさ、かかり湯かかないパターンのやつ見たくない？見たくない？俺は見たい。だから浸かる。めちゃくちゃじゃん、こいつ。どうして約束守れないの？で、意外とゆきちゃんの声可愛いし。よし、じゃあ、ちゃんとやるよ。かかり湯を行うと。これでいいわね。下のグラフィック変わってね。あー、かわいい。ふ、汗をかいてたから、ちょうどいいわね。手ぬぐいは、え、待って、でも両方ともこれ別に水の中に入ってないよね。水の中に入れちゃダメなんでしょ？湯船の縁に乗せる。頭の上に置いて滑ることを危険とするのならば、これを選択するべきだよな。ただ、これをやってると勝手に落ちそうな気もしなくもないんだけど、僕だけでしょうか。でも、とりあえず縁に置いてみるか。何？あ。あれ？縁もダメなの？縁もダメですか？で、頭の上でいいんだよな、じゃあ。じゃあ頭の上でいい。おー、進んだ。あ、縁もダメなんだ。いいお湯でしょ？らしいですね。そうね。ところで私の欲しいものがあるって。なんか落とした足元に何かある。あー！あ、二つ揃ったから目ができるってことか。なるほど。焼き物？これが私の欲しいもの。やっぱり、お風呂はみんなで入ると気持ちいいわね。みんな？うわ、いっぱいおるやんけ。また一緒に入ろうね。あー、一体何だったのよ。あー、今晩は僕ですよ。あ、刀がない。本当だ。私の強化がなくなってる。ん、おー、戻ったか。トリックちゃん、私の刀がないんだけど知らない？刀？あれ、本当にないな。お前、留守番してたんだったら見とけや。誰が持ってたか見てないの？それがすまん。完全に寝ていて、まったく。そんな。わ、私も一緒に探すから。父上に殺される。そんなに大事な名刀だったのか、あれ。そいつはなんかあれだな。大切なものをなくしまったな。でも僕のも、あれなんだよな。なに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 、やだやだやだ、急になんか、
なあ、おったなんかおったぞ。なあ、なんか今、おったぞ。なんかおるぞ。待って待って待って、これ綱？危ねえ、危ねえ。ここに、確か、肩がある気が、おう、クレイジー。いや、ここじゃない、こっちだった気がします。あった刀、この刀ちょっと借りる。よし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 。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。一旦アンチでセーブしよう。一旦アンチセービングしていき、で、こっち行けないな。あ、来たな。ちょっと待って。おかしくないこれ。すごい。ちゅ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 。これ切れる？これ切れる？はい。よーしよしよしよし。よし。よし。こっち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 。で、この奥に、めっちゃたむろってんだよ。で、僕、キーボードじゃないからさ、A キーまで手を持ってかなきゃいけないの。なかなかの、酷なものですよね。当たり判定結構厳しめかこれ。あった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 。これだ。私の刀。ずっとはこいつらだったのね。おー、名刀評価。評価って名前はいいね。うん。なんかいいよね。氷ってつくと大体かっこいいからな。これでいいかな。あ、まだ一匹いる。お前もくたばるか？くたばろか？オッケー。ちょっと一瞬焦った。当たり判定結構厳しめなんだな、これ。で、これで、目が二つあるから、目が二つってか黒い焼き物二つあるから、つけれるよね。もしかして、この黒い焼き物って、タヌキさんの目玉かな？おー、タヌ？目玉があれば、明日も見える。かたじけないでござる。お前なんかあれだな。目玉があれば明日も見える。確かに。まあ、確かに。あながち間違ってないことをただ単純に言ってくれただけありがとうございます。何これ？ 1、2、なんか部屋がいっぱいある感じ？ 3 つあるな。奥もあるな、でも。めちゃ広くないここ。めちゃ、バチクソ広いんだけど。これ何？梅。これは？黒ユリ。で？桜。奥も見ていい？怖いな。なんかあるな。蜘蛛の巣あると怖いんだけど。これなんていうの？竜胆？これは、リンド。あ、これでリンドってものか。知ってたわよ。知ってたし。知ってたから。もう、竜胆とか読むやついねえだろ。ランギク。奥もあるの。あ、道がない。あ、で、ここであれか。合流する感じか。なるほど。じゃあ、いろいろ部屋入ってみますか。掛け軸が飾られてる。スイッチがあるな。おっしゃったな。難しそうだ。書物、本が乱雑に置いてある。書き置きは何かしら。何々。ジョローグモは、うつしおから何十もの人間をさらっていったが、奴の姿を見た者は誰もいなかった。奴は一体どうやって人をさらっていったのだろうか。人々をさらっていった。どうやって？そんなわかるわけねえだろ、お前。ジョローグモってさっきの。島民にでもなれると言わない。いや、それだったらもう罪よ。僕も勝てるビジョンないですよ、それ。さすがに。うん。ジョローグモは透明になれたらやばいでしょ、もう。勝ち目なさすぎ？なんかあるぞ。そう、鶏肉パーティーなんだけど、ここ。セーブが鶏肉パーティーになってる。まだ、なんか血みたいなのありますけど、お姉さん。始まりはどこ？終わりはここ？いや、知らんわ。いや、知らんわ。始まり、終わり。何言うてんねんって。出た。出た。この何を指してるのかわからない押し入れ。ほんとに。始まりはどこ？終わりはここ。名前が多分関係してくれたよね。梅。黒ユリ、桜、リンドウだよね。で、これがランギク。
ランギク。ああ、ごめん、わかったわ。ああ、わかりました、わかりました。はい。多分ってか、この桜ってか、花の名前で、しりどりができるんだよね、これ多分。ランギクでしょ？で、黒ユリ、リンドウ、梅。あ、桜か。桜が最初か、だから。桜、ランギク、黒ユリ、リンドウ、梅っていう順番で押せば多分、道は開く。天才だな。今回早くない？異常じゃない速さ。桜、ランギク、急に出てくるね。マジそれだけ心配なんだけど。ランギク、で、黒ユリ。で、リンドウ。で、ラスト、梅だね。こっちの方行って。何？何？あれは？鶏肉勝手に行かないで。個別な行動はやだ。やだ。やだ。あー、不安になった。鶏肉パラダイス。僕の鶏肉パラダイス。あー、とりあえず押していこう。あ、で、そこが開くのか。なるほど。へい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 。なんで？お前ちょ、ふざけんな、マジでさ。おい。マジでさ。本当にやった。本当にやった。いてて、なんとか生きてるみたいだな。どのくらい気を失ってたんだ。ユキたちは無事だろうか。ユキたち無事じゃないよ。だってもう急に、あの雲出てきたもん。うん。もうだってユキちゃん、はぁーっていう声出したよ。ダメでしょ、それ。まずはあいつらを探すとするか。あー、なるほど。じゃあ今回この辺で終わりたいと思います。はい、ということで次回はこの引きこもり立花凛太郎じゃねえわ、立花龍太郎をの視点の方だね、やっていこうかなと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。